刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の輪の時間です。皆さんおはようございます。はい、いつもようにね、嘘のような本当の輪、私パーソナリティ土井秀人がお届けしていきますが、はい、今週もね、東京から、はるばるやってきてくださいましたドクタースーツボトル WO イーストの北条正弘さんです。おはようございます。はい、おはようございます。はい、今日もね、頑丈いきますからね、皆さんのためになるお話になるといいなと思ってますが、はい、今日の、ゲストお迎えしておりますが、北谷町から和江さんをお迎えしております。和江さん、おはようございます。おはようございます。はい、お綺麗な和江さんもね、テレビじゃないのが残念なんですけども、今日はマネージャーさんもねご一緒で来ていただいているのでもう大変にねご活躍の和江さんをお迎えしてるんですけれども、はい、和江さん、私ね何度かお目にかかって、普段はこう何でしょう、 おとなしく家事手伝いというかお仕事をこうされていて、はい、なんかサポーターみたいなお役割なんでしょう。そうです ね、はい、そのおしとやかな Y さんの感じはいつ頃からですか、ずっとですか、小学生の頃から。違います、日舞を習った日からですね、ちょっとおしとやかになりました。いわゆる、じゃあちょっと前は若干おてんば系だった。おてんばでした。物持ちが日舞習うとみんなそうなっちゃうんですかね。そうですね、なんか動きがなんかしなやかになりまして、しゃなりと、はい、なる性格もですね、性格もちょっとね、おとなしく、じゃあ以前はもうマネージャーさんを大変困らせてたんじゃないかっていう部分もあったかもしれないんでしょうけれども。そうですね、小林さんは、その日舞というのは、僕あれなんですよ、北条さん、お二人がねこうデュエット的な、いわゆるコンサートはね、見に行ったことがあったんですけど、ちょっとその時正直日舞とあんまりちょっと結びつかなかったんですけど、何があれだったんですか、きっかけ、どなたかの影響というか。きっかけはですね、はい、健康になりたくて、はい、ちょっとお友達に誘われてですね、もう年も年ですのでちょっと、体を動くとね、なんか日舞ってストレッチしたような感覚でやりますので、あ、これはいいなと思いましてね、それで始めたんです。最初じゃあ誘っていただいて見に行かれた感じ。あ、行きました、はい、で、あ、いいなと、はい、もうすごい自分に合ってるねってすごい思いました。あ、それでそれで、およそ先ほどお聞きしましたところ2年ぐらい、2年ぐらいです、はい、小さい時ね、はい、ちょっと横から出た、これ小さい時はあれ琉球舞やってるんですよ、琉球舞踊や、小学校の頃はね、琉球舞踊の時は小学校から小学校やってて、いわゆる料亭さん、料亭ね、料亭那覇とか様とかね、そういう沖縄でいう琉球舞踊、沖縄で、そういうところに出てたんですよ、若い頃は。っていうか僕は、まだ若い頃ですね、働いてました、学生ですけどバイトみたいな感じ で、観光客にお客様にお見せしていました、琉球舞踊。もともとそういう踊りの要素があったわけね。なるほどですね。なんとなく僕こういうふうに Y さんとねお話しするのは実は初めてに近いんですけど、沖縄だったんですね。そうです。なんかこのね美しさはなんか最近のこの何ていうんですか、おしとやかさも加えますとなんか京都っぽいというか、なんかそんなイメージすら私抱いておりましたんですが、さようでございますか、はい、まあ、琉球舞踊と日本舞踊はどんな感じで違うんですか。全然違いますね、足、そして手も違うし、このまた動き、この目線も違います、全然違います。琉球舞踊と日舞というのはまるで反対。だから最初ね、琉球舞踊だったらもう自然に体がこの人動くんですけどね、カチャシとかもね、日舞は動けませんでした。
だからもう余計もう余計余計ね頑張りました。なるほど。もう何倍も難しくてね、琉球舞踊よりも日舞の方が。私にはそう思いました。決め事がたくさんあるんですか？なんかこう踊りのこう型っていうか決め事みたいなものが多いんですか？そうですね、あのなんか琉球舞踊よりも日舞の方が難しいと思いました。私はですね、はい、私はですよ。あまりそう言うと琉舞の方々がなことないというかもしれないから。琉舞もねあの最初は難しかったんですけどね、しなやかな感じもやっぱりしますよね、琉球舞踊もね。はい、琉球舞踊もいいですよ。だから今でも琉球舞踊もやってます。なるほど、はい、両方とも二刀流ですね。両方ともやってます素晴らしいですね。なんかこう優雅ですね。私正直あのごめんなさいね、両方とも見たことなくてわからないです。今度お見せしますよ。ねえ、ぜひちょっとどんなもんだ。やっぱりこう音楽に乗ってですよね。はい、はい、うん、でその音楽自体ももちろん全然違う、ね、違います。これはそれはまた違いますよね。琉球の音楽と日本の音楽のね。なるほど。じゃあちょっと最近のその名取というね、もうさ取ったんですよ。うん、この結構普通の人で早く取れて、うん、名取っていうのはそのお師匠さんの名前と自分の名前をくっつけてね、彼女の場合には紫さんっていうね、お師匠さんがいて、その紫って頭につけて下にいろいろな、まあ、あのお弟子さんのね好きな名前がつくんだけど、彼女の場合は紫のスズメ、紫スズメでスジャクという名取を取ったんですよ。いただきました名前を。これじゃもうますます力を入れて家元からね送ってくるんです。赤坂にあのこの家元は浅草に、うんうん、あのずっとたまにいらっしゃるんですよ沖縄に。うん、家元は、うん、たまにいらして、そっから名前ねあの7つぐらい送ってくるんですよ。自分が好きなのを選びなさいということでですね、私はシジャクっていう名前を選んでいただきました。紫スズメです。紫スズメでそういう場合はあのおめでとうございますですかね、やっぱり。そうですよ、ありがとうございます。いやいや、なかなかねやっぱりそのあのナトリを取るのまで大変なんですよ。でしょうね。ずっとあとこっちはあとは師範ってなんですけどね、治安ってなるとお弟子さんが取れるんです。すごい大変、長くかかりそうですね。そうそうそう、普通は。普通はってことですよ。ね、うん、2年ほどで。はい。素晴らしい。元々そのやっぱり名前ってあるんですね。いただいてこのお名前いただいてですね、スムーズにまたあのなんか難しい踊りがまたそのそれを取らないとまたダンクがあの難しいでも習えるんですよ。うん、この名取っていうお名前いただかないと、うん、それもまたスムーズに今言ってるから、うん、自分でも不思議だねって思ってるんですよ。水素ドルとかおかげだって、ね、あのなんか体も健康になりね、あの水素のおかげですね。私は思います。体も軽いしね。素晴らしいお話をこの一旦じゃあ CM の後伺いましょうね。はい、ありがとうございます。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のはということでね、今日は、Y さんゲストに、私パーソナリティ土井と、ドクター水素ボトルの北条さんをお迎えしていますが、ね、マネージャーさんなんか声で多分バレたかもわかんないですね。あの新井さんがこうずつびしりびっしりついておりますけども今日ね、はい、そんなわけでお届けしていますが、ね、Y さんそうですよね、もう水素ボトルをご愛用になってお気に入り見せていただいて、どれもう1年どれぐらいになりますか、もっとなりますかね。1年ちょっとよ ね、 ね、そうですね、ね、どうですか、変化というか。やっぱり私はそうですね、体がすごく軽いですね、うん、それあの朝も起きやすいし、うん、すごくあの朝苦手だったんです。でも一応朝早起きはしていたんですけど辛かったです、早起きするのに、
うん、今はもう早起きがねなんか簡単に、お肩こりがなくなったね。肩こりもないです。これすごい肩こりだったんですよ。すごい肩こり。そんでちょうだいっていうのはなくなったわけですね。はあ、もう肩こりどころかね、なんかで ぶったたいてハンマーでぶったたいてとかでもカチカチになったんですね。いますよね、カチカチの人ね。そんな状態だったんです。もう、はい、私は肩こりがすごく朝も起きやすいしね、肩こりが一番良くなってます。肩の血管開いたんでしょうね、うん、まあ、それだけ夜もしっかり眠れるようになったから修復が進んだんでしょうね。そうですね。うん、なんかそういうなんていうんですか、こりというか、よく腰痛とかね、肩こり腰痛なんてよく言うじゃないですか、はい、その辺水素がね、なんかこうやっぱり血管を、うん、そう、結局針とかお灸とかマッサージとか何をしようとしてるかって言ったら血流良くしようとしてるんですよ、うんうん、だから水素が血流良くしてくれればそういうことが起こっても全然不思議じゃないってことですよね。ねえ、ラジオ機の皆さん、もう私たちね、こう画用紙あったら絵に描けるぐらい分かってるんですけど、よくね聞かれるんですよ、うん、どれぐらい大きさが重いのとか、はい、いやもうね、ペットボトルの350ミリともうね、本当普通のちっちゃいペットボトルと同じようなんで持ち運びができて、こうね、まあ最近カニ売れっていうのにホームページもあれでしたっけね、チューブみたいな、要は管になってるのを、うん、鼻に、両方の鼻にスッともう当てがうようなね感じですよね。はい、うん、もう気軽にこう普通にそれで息をするというか、うん、吸入なんて言って大げさに聞こえるんですけど、息するだけです、皆さん。それがね、水素ガスを発生させてというものなんですが、ねえ、とてもじゃあ良かったですね。はい、ねえ、うんうん、あとはそのこれそうだ、睡眠が何ていうんですか、目覚めが良くなるっていうのも、そう、深く寝ると、うん、なるとかっていうのはもうデータでいっぱい出てますんでね、うん、それは水素そのものでそういうことがあるっていうのは分かっているものです。これは深くなればね、はい、体調よく体軽く感じるっていうのは、別にこう痩せてしまったわけではないけれども、違う、そうではないですけど、よく、ね、よく眠れるってことですよね、よ、はい、深くね、朝も起きやすいっていう感じでですね、はい、うん、でこれからまた楽しみがですね、これからまた今踊りにも一生懸命今やってますけど、うん、歌にもまた今度ね、肺をね、吸うから肺をちょっとね、はい、この肺からお腹の底、肺も使うんですって、うんうん、だから水素これからがいいなと思いまして、いいですね、いいですね、うん、私、肺はすごくこうなんていうんですかね、酸素をつかむ力が増えるみたいですね、うん、これは埼玉医科大学が調べてくれたんですけども、酸素をつかむ力が増えるっていうことが分かっています。だ、よかったです、私今日来て、はい、私も今二人で使ってるんですけど、これから私も一つ持ちたいと思うんですね、はい、ありがとうございます。もう早く歌も上手になりたいからね声量が良くなるかもしれないですよね、はい、だから声量をね、良くしたいために、うん、これから使ってみようかねって、もう一つ買ってですね、一緒にじゃなくてねえ、まあ、その 仲良くお二人でっていうね、あれも車でも吸いたいし ね、はい、寝てる時も吸いたいし、あら、吸いながら運転もできるじゃないですか、ね、で僕もいつもやってます、うん、だから早くもうここ声量をね大きくしたいしね、あ、うん、大変有名 な、ね、ボクサーの方もね、時間がもったいないっつって車の運転中ずっと吸ってるっつって言ってました。私ももうそれ考えてですね、一つやっぱり買いたいなと思いましてね、うん、ありがとうございます。今お仕事も頑張ってます、はい、よかったですね、本当に本当に、よくね最近あれですよね、本田さんともね話して、ほら未病ね、未病対策じゃないですけど、まあ、対策っていうと大げさにね聞こえるんですけど、やっぱりだん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 ほら少子高齢化っていうか、自分たちも含めてやっぱり年齢を重ねていくと調子悪いところがね出てきて当たり前みたいなところがあるけれども、ね、はい、やっぱりそれを未然にねこう防いでいくっていう意味をこう考えると、まあ血管のね流れをこう上がる良くするっていうのはいいことですよね。そうです、多分ね、血液の循環 ね血管も良くなっていくしね、だからもう
若くなる一方でね。ですよ、だってもうね、お肌ツヤもだし、それでまた清涼あふれ、ツヤツヤしてますよね。でも嬉しいです、とってもこの水槽ね、吸い始めてからいいことばっかりです。いやいや、ありがとうございます。このね、新井さんと久々に床屋でばったり会ったのをきっかけに、そうですよね。何してるの、そんな流れなんですね。縁というんですか、縁ですね。縁ですね。しかもチャタンじゃない、沖縄市のね、沖縄市の何してるのって言って、いや、そうそうって、あの時ですよね。僕もほら、新井さんがね、なんとか症になってしまってもいけないので、お誘いしてっていうのがきっかけだったんですけど、家族の平和のためにね。そういうことだよ。そうそう、ああ、よかったよかった。こんなに早く効くって思わなかったわ ね。このしびれ、しびれですよ、しびれがね、早く効きましたよ。1ヶ月だったね、1ヶ月で効く、1月で、ね、1月でカレーって言われてたっていうね、おっしゃってましたよね。医者にも行ってね、あの精密検査しても分からんですわけ、原因が。はい、じゃあ新井さんの長い話の前に一回 CM 入りましょうね。はい。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当の話ということでね、朝から眼中みんな元気なね、ゲストさんをお迎えしながらお届けしております。はい、ね、ドクター水素ボトルの北条さんと今日はね、日舞の Y さんね、日舞の Y さんって言われてますけどもね、あの最近あのお楽しみで、訓練をされて、もう声もいっぱい出したいしということでね、またあの自分ご自身専用の水素ボトルというぐらい本当に、気に入っていただいてるんですがね、まあ新井さんね、ちょっと来週ぜひメインで語っていただきたいと思ってるんですけども、 ね、Y さんはそのお知り合いにも結構あれですもんね、はい、あの水素ボトル愛用されてる方がいらっしゃるということで、はいはい、お兄さんですか、うんね、私の父も、うん、あ、父じゃない、私の兄も、うんうん、あの愛用されているし、うん、またお友達のですね、あのメガネ一番さんの、うんうん、あの宮里ひろ子さんも愛用してます、うん、彼女も元気で、ね、うん、次は呼びたいと思いますね、彼女と一緒に出たいと思いますね。ぜひぜひ、はい、元気ですよ、娘も、もう娘も、そうじゃない、そういえば、うちもみんな家族で使ってですね、もう元気、素晴らしいね。もうね、水素一家。私は最初ね、最初なんていうかね、すごくあの寝たっきりの方にあの勧めようと思いましてね、うん、それで私はもう口下手なもんで、娘に頼んだんですよ、この一緒に水素のお話を聞いてですね、この説明をねやってほしいって言ったんですよ、はいはい、ね、自分の姉に、自分の姉さんにそれをやってほしいって言ったら、はい、それを聞いた、説明を聞いた娘が自分も欲しいって言うんですよ。なるほど。それですぐ買いまして、うん、もう家族で愛用してます。そうですか、そうですか、もう元気で、ね、もうそれが何よりですよね、はい、ね、なんかこうなんでしょうね、日舞にしましてもあれですけど、こう何かにこう挑戦したくなるぐらい、こうなんていうんですかね、やっぱり、ね、元気になるんですよ。そう、はい、体の調子がいいとそういう考えにもなるところありますよね、やっぱりね、はい、なんかこう体重いな、で不足だな、辛いなってやったら、なんかいろんなこともね、あんまりうまくいかなかったりとかもあるかもしれないですけど、はい、ね、はい、そんな素晴らしいね、状態、なんかあのあれですよね、私たちも、知ってる M さんもね、一応はね頑張ってね、お手伝いをされてるところの方もね、はいはい、うん、頑張っているのかな、なんかその様子を聞きたいなってなりますよね、はい、うんうん、娘さんのこともまたね、はい、あの全然この新井さんのようにプロの方以外で皆さん出ていただいて、むしろあの普通の方にね出ていただいてますから、どんどんお声掛けをぜひね、はい、お願いしたいと思います、はいね、声かけていますよ、ね、そうそう、なんでこんな元気なのって言うからね、うん、そしたらあのお話ししてます、あ、うん、ラジオに来てくださいって言って、はい、月に1回だいたいね月末ぐらいとかね、うん、予定があれば、
はい、これ毎週ね日曜日の、ね、朝9時半から、ね、FM 小座も一緒にね同時放送でやってますから、はい、皆さんに9時半から、うん、なんか宣伝してほしいこととかあればね、はい、人間もあのしてほしいというかもうご自身で来ていただいて私の店にとかね言っていただいたら、はい、今度じゃあもうひろこさんにもね話しとかないといけない、うん、メガネ一番さんのね、ぜひしてね、はい、はい、そんなわけでね輪が広がっていく番組でもあります、嘘のような本当の輪ね、そろそろお時間が近いのかなと思っておりますが、北条さんもねまたちょっと後でというかあの盛り上げたいのはどうですけど、ここ数ヶ月くすねしばらくのこう、あるんですよ、びっくり話、びっくり話、びっくり話、ね、まあもう私は毎週のようにびっくりしてるんですけどね先月からゴーグル水素が目に当てられるゴーグルっていうのを発売開始したんです。あ、そうですか。これがとんでもない反響なのと、一応まあメーカーサイドでエビデンスを取ろうということで、うん、まあ、数千万かけてですねいろんな人に実験を今やどん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 やってるんですけれども、すごい結果が出てましてね。あら、で私福井県でこの前説明会やってたら、うん、その全身のいろんなこう神経が骨になっちゃう病気がありまして、その病気の方がフラフラになりながら会場に来たんですけど、うん、1時間吸わせるんじゃなくて今回目にゴーグルつけてもらって水素をそこにダーダー出してもらったら1時間でシャキーンとなって、その場で欲しいって言ってですね注文して帰っていかれましたけど、だから目もやっぱり脳の一部なのでそこに水素がバンバン当たるってものすごいことみたいですね。そんなびっくりしたことが、何吸わなくて、吸わなくていいんです。あ、すごい。鼻に刺すのが嫌いっていう人は目からでもいいです。じゃあ校長にいいわもうね、この吸ってる時に、はい、寝てる時ってこんなするでしょ、ええ、ひっくり返って、うん、鼻に入ったんですよ水が。あ、なるほど。そしたらあれからもう、ね、怖くなっちゃってね、ゴーグルの方がいいかもしれないですね、うん、そしたらねもうすごく神経質でね、はい、寝てても大丈夫です。ガタガタガタ動くし、だからお食事もね大変なんですよ。なるほど。食事するときぜひ進めてあげてください。ね、進めたいですね。はい、ねえ、ちょっと私もその話聞きたいぐらいではあるんですけどもね、また来週お届けしたいと思いますが、ゴーグルね、ドクター水素ボトル WOO とかね検索して、 WOEAST ね EAST 検索するとホームページがね出てきますから、ゴーグルであったりね、キャリーバッグであったり、実は便利なアイテムがね本当にいろいろありますからね、ぜひぜひ検索していただけたらと思います。気になる方はねこの番組宛てにでもお電話 FM 宜野湾の方にいただいても結構ですのでね、はい、ぜひぜひまた来週も聞いてほしいなと思ってます。はい、今日はね、駆け足でお届けしました嘘のような本当の輪、東京から、水素ボトルの、北条政宏さんと、それからゲストに、ね、日舞を、頑張ってらっしゃる和江さんを、お迎えして、お届けいたしました、プラス新井さんということで、はい、またね、嘘のような本当の輪来週お届けしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。